はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ2、今回は、ランダムキューブをやっていこうと思います。こちらは、いわゆる稼ぎ用のダンジョンになっておりますので、ストーリーの進行はありません。なのでちょっとストーリーを見たい方は今回の動画は飛ばしていただいて、次の動画からまたご視聴いただければと思います。じゃあちょっとランダムキューブについての、そのシステム的な面からですね、DP っていうのをちょっと使って、ダンジョンを、ちょこちょこいじっていきます。で今1640円で、任天堂 DS を閉じて、歩くとコインが溜まっていくんですけど、そのコインを、ちょっと、ポイントに変換しました。1コインで確か100ポイントだったかな。で、今ですねこの一番上のカテゴリーっていうところですね、これは、どの属性の敵が出てくるかっていうところになります。で、今全部になってるんですけれども、ガンダムとウルトラマン と、仮面ライダーで、ちょっとどれがどれだか忘れちゃったけど絞ることができます。ちなみにこれ100円かかるんですね。で、あとは、レベルですね。今0で一番低いレベルなんですけど、これが、確か8だったかなまで作ることができます。で、ちなみに8で1回やってみたんですけれども、雑魚的に一発で500くらい食らって速攻で瞬殺されましたなのでレベル1で、やっていきたいと思います。で、あとこれがトラップですね。マップを歩いてるとなんかヒットポイントが減る罠があるんですよ。それがどれくらいあるかで、消費 DP0 で一番多いんですね。要はこれを減らすんですよ。減らすごとにポイントがかかります。なのでトラップがないっていう状態だと400円で、これがエンカウントですね。敵の出やすさなんで、これも、減らすことでポイントが、消費していきます。一番エンカウントしないと400円で、これがマップの複雑さですね。これも簡単なマップにすれば400円と。で、トレジャーなんで、これが宝箱の出やすさですね。これは出やすさなんで、増やしていくと。で、そうすると1600ポイントかかるっていうすごいポイントがかかるんですけれども、ちょっと今回は、下に出てる、苦難の連合キューブですね。これは勝手に名前が決まるんですけれども、トラップは3くらいで、でエンカウントはちょっとめんどくさいんで、1にしてあります。で、あとマップの複雑さはいじらないで、トレジャーはマックスにしてあります。これでちょっと、やっていこうと思いますので、ランダムキューブ入ります。リターンが使用できません。ランダムキューブに挑みますか。はい、そう、これ1回入るとクリアするまでちょっと出れないんですね。お、で、いきなりなんか扉がありますけど、自動生成マップになってるんでランダムです。とりあえずちょっと行きましょう。で、アイテムと、これは強化用アイテムですね。で、今のそうか、これか、これがトラップなんですよ。行くごとに10減るんですよ。ちょっと鬱陶しいんで特になんもねえし、こっちただ歩くだけでヒットポイントが減っていくっていう。で、出てくる敵もこれ本編とはまた違った敵が出てきますね。猫闇とか、後で出てくるのかもしれないですけど、で、こいつらももちろんチップを落とすんで、何種類かチップをもう今持ってますね。で、経験値はもう全くくんないっす。なんでレベル上げにはちょっと適さないかな。で、ただ AP が、今は通常デフォルト1なんですけど、 AP2 手に入って、お金は50円くらいと。猫屋に手に入れましたね。やった。ちょっと回復をさせましょう。そう、戻れないんでね、ちょっと SP の消費が心配ですけれども。ここにも宝箱があんな。うわー、所持品がいっぱいなんで取れませんアイテム整理してくんの忘れた。なんてこった。そんなにいいアイテムじゃないんで、あんまりダメージゾーンは行きたくないからな。こちらはよく出てきた敵ですね。
回につき AP が2貯まるのがいいっすね。まあ今ウルトラマンレベル上がったけど、これも取れないんだよな。ライフとか、まあいいや。お、あった。これで別のエリアに移動できます。さあ、そしてまあ何回かもうすでにやってるんですけど、まあ最初のレベル1だともう2階でボスがいますね。離す。強敵が塞がっている。このままでは戦闘になりそうだ。強敵と戦いますか。ちょっとヒットポイント見ましょう。回復させようかな。よし、じゃあ行きましょう。 OK。 で、まあボスは毎回こいつですね。仮面ライダーネガライオーみたいな仮面ライダーキャラですかね。ちょっと全体攻撃で周りの雑魚敵を排除しましょう。そういやガルバルディベータ出てますね。なんか全然倒せない。よし、ガルバルディベータを集中攻撃で、あとはボスだけと。こいつをタコ殴りにしていくだけなんで。マシンキャノン、トンファー使いますか。でこいつはゼロキック、まだいけるな。ちょっとユニコーンがまずいのと、ウルトラマンがピコンピコンいってるな。今なんだ、結構食らったな。こいつはライフキットで回復させましょう。やばい、切るんだ。こいつはこいつ、ビームトンファーのアイテムでライフキットと。でこいつはひるんでるんでアタック。わ、死んだマジか。とりあえず攻撃して攻撃して復活させましょう。まさか死ぬとは。敵のヒットポイントあと60ですね。まあ下に出てるんですけど、これで終わりかな。仮面ライダーが早いんで、あ、ユニコーンの方が早いんだっけ。 OK、これでも経験値27ですからね。なんか技能の書手に入れたけど、バイト。そうか、アイテムそのものがいっぱいじゃなくて、アイテムそのものがいっぱいか。じゃあこれで帰りましょう。はい、拠点に戻りますかということで、これでランダムキューブは、終了ですね。で、クリアしたことで DP が入ります。30っすね。あんまり手に入んないのでこのキューブの変更がそんなちょこ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 できるわけじゃないので、まあポイントがあればいいんですけれども、コインが溜まってれば結構いろいろいじったりしてもいいですけどね。あんまりコインもいっぱいないんで。で、あとはすれ違い登録すれば、おそらくすれ違ってマップが手に入るんで、まあそれをやって稼いでいく感じですかね。今自分はすれ違い人数0人なんで、まあ誰ともすれ違ってないですけど、まあ外に行くときはまあ持っていこうかなと思います。じゃあこれで、ランダムキューブについては、終了したいと思いますので、また次回ですね、本編、進めていこうと思います。それでは今回はこれで終了します。